はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。本日は、まあ、僕のまかない風景の撮影みたいな感じですね。まあ、実際ランチでもちょっとやってたメニューに一部被ってくるんで、せっかくやから、まあ、ちょっとランチ紹介兼ねての動画といったところですかね。揚げ物を揚げるときは油入れるときに手前から奥に向かって入れましょう。自家製のタルタルです。卵はいつもよりちょっと多めに入れておいたんで、黄色みが結構強めな感じになってますね。というわけでこんな感じでまかないのフライを作ってみました。今回がヒラマサとナスとズッキーニのフライにタルタルをたっぷりで食べていきたいと思います。というわけで出来たんでいただきますと。セコはね、こっちの基本をお客様に向いて出すようになるんですけどもね、まあ、自分が食べる側なんでちょっとこっち向きで行かせていただきます。タルタルとね、フライ系統ってやっぱり美味しいですよね。で、個人的に、ね、こうタルタルやるときって卵をあんまり粗いのと細かいのやつちょっと粗めぐらいの方が好きやったりするんですよ。ちょっとやっぱり食感欲しいなみたいな。いや、いただきます。というわけで本日はちょっといつもと機材変えて撮影したらどんな感じに撮れるかなというので、まあその撮影いつもスマホだけでやってるんですけど、それは変わらずに、まあ、ちょっと三脚とか使ってね撮影してみた感じなんで、ちょっとお試しの練習撮り動画みたいな形でございますので、まあちょっとレシピ動画とかとはちょっと違うんですけれどね、またいろいろと美味しい料理を紹介していきますので、皆さんぜひぜひチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。あとそれとお知らせなんですが、8月の29日月曜日に前時できなかった、300人達成ライブですね、ライブ配信の方をね今代わりにちょっとしたいなと思っておりますので、また29日の18時ぐらい予定しておりますので、皆さん遊びに来てください。以上でございます。それではまた動画で、バイバイ。